スジホシムシカは星口動物門、スジホシムシズナのトガ。五族からなり、スジホシムシ目の唯一のトガである。スジホシムシズナは、触手が口を囲んで配列することで、サメ肌ホシムシズナと区別できる。このツナには、スジホシムシカの他にフクロホシムシ目の酸化が含まれるが、スジホシムシカは、体壁の筋肉のうち、縦筋が分離して、 束状になることで区別できる。族の特徴は西川による。学名と分類体系はワールドレジスター・オブ・マリーン・スピーシーズに従い有効名とされるもののみを挙げた。なお、2012年に発表された分子系統学に基づく分類体系では、スジホシムシモドキ族とサイフィニミカスの二属は進化、サイフィニソマティデイに分類され、ファスカラプシスは フクロホシムシ科に移されたため、本家に含まれるのは、スジホシムシ族とゼノサイフンの2族のみとなっている。ファスカラプシスは、このトガの他族と同様に縦筋は分離するが、玉木筋は分離しないのが特徴。サイフィニミカス・フィッシャー、1947をはじめ、上記のファスカラプシス以外の4族では縦筋に加えて、関筋も分離し、束になる。加えて、 本属はその筋肉の束が合流と分岐を繰り返すこと、長管と体壁をつなぐ防水筋が体幹の後端まで伸びること、間乳粉につながる牽引筋が2本しかないことで、他属と識別できる。筋星虫もどきサイフィニソマスペングル、1912、では、上記のサイフィニミカスと、同じく、縦筋と肝筋の束は、頻繁に合流、分岐し、 防水筋は体幹の後端まで伸びる。しかし、形引筋が4本あることで区別できる。厚生地湾族自治区北海市産の筋星虫、筋星虫属シパンクルスリンネウス1766の関金、縦筋は全二属と同様に束になるが、その束は合流や分岐をほとんどしない。また、防水筋は後端まで伸びずに、 腸管の螺旋の中で消失する。下記のゼノサイフンとは、本属では、腸の前端がよじれたループになることで識別できる。アウストロサイフンと、シパンクルスリンネウス、1766のニア属に分類される。ゼノサイフンフィッシャー、1947では、筋肉の特徴は、上記の筋シムシ族と一致するが、腸の前端はループにならない。 ありがとうございます。